こんにちは。今回の問題はかなりの難問ですが、いろいろな図形のテクニックを使う超難問になっています。早速ですが、問題の内容を確認していきましょう。もともとは小問2つの問題です。面積が125平方センチメートルの正三角形があります。辺 AB を5等分する点 DEFG を取り、正三角形 FCH、こっちもですね、FCH。これと DCI を取りました。1番、2番で斜線部分の面積、こことここですね。この面積を求めてください。こういう問題になっています。では問題を解く人は今から問題を流しますので、その時点で動画を止めて考えてみてください。では解いていきましょう。いろいろなテクニックを使うと言いましたけれども、パッと見て前回やった正三角形内の相似ですよね。これが正三角形でここ60度です。これとこれが相似。これパッと見えると思います。他にどんなのがあるかって言いますと、基本的なものから言うと区切り面積ですね。あと底辺共通な三角形の面積比、回転合同、ベンツ切り、正六角形の区切り、こういうのは考えられます。それではまずは正三角形内の相似ですね。これからやっていきます。ここの角ですね。これが正三角形だからここ60度です。で、ここも60度、ここも60度なんですけれども、この三角形について60度以外の角度ですね。ここを丸、ここを×、こういう風にすると丸と×の角度ですね。これ足して120度です。ここも60度だから、こことここの角度足して120度だから、ここが×。ここ60度なんで、ここが丸。こういう風に角度を決めてあげることができて、これとこれに関しては3つの角度が一緒ですね。丸×60 度。丸×60 度。だから、これとこれは相似形です。対応する辺を考えていくと、AF と BC が対応してます。一辺の長さっていうのはこれ5等分してるから、ここですね。これを3とすると、ここからここまでの長さ、5。で、ここが2ですね。ということは3と5が対応してますよね。相似比が3対5です。ってことは、こことここの辺の長さの比、これも3対5ですね。2の5分の3倍。1.2。ここがこの辺の長さ。これに当たるわけですね。ここが 1.2 だったら、ここの長さ。全体が正三角形ですね。一辺の長さ5なんで、5-1.2 で 3.8。こういう風に出すことができます。ということは、こことここの長さの比が分かったんで、ここの面積出そうと思ったら、三角形 ACH ですね。これの面積が分かれば、1.2 対 3.8 に分けてあげたらいいです。じゃあここで、この図を見たときに、回転合同っていう考え方があります。相似な図形を一点を中心に回転させたとき、合同な図形が現れる。これっていうのは、まあ、角度の問題とか辺の長さを求める問題とかでもよく出てきますけども、この図で言うと、もちろん正三角形 ABC、これと FCH ですね。これは両方とも正三角形だから相似です。大きさは違いますけども、この相似の図形っていうのを C を中心に回転させている形になってますよね。ということは、三角形 BCF、これと三角形 ACH、これについて比べてみますと、AC の長さと BC の長さ、これもちろん正三角形の一辺だから一緒。FC と HC、これも正三角形の一辺ですね。そしてこの角度、×って書いてありますけれども、60度からここを引いてるわけですね。ってことは、こっちの角度も60度から引いてるんで、2辺とその間の角度ですね。これが一緒なんで、この三角形とこの三角形っていうのは合同です。っていうことは、全体の面積125平方センチですね。これの5分の2。これがこの面積ですね。じゃあこれは50平方センチメートルなんですけれども、当然合同なんだから、この三角形の面積も50です。50を 1.2 対 3.8 に分けた部分、それがこの面積になりますね。50×1.2 と 3.8 足しても5ですね。5分の 3.8。これが斜線部分の面積、38平方センチメートル。こういう風に出すことができますね。
さあ、2番解く前にもう少しこの図ですよね、考えておきます。この三角形とこの三角形が合同というのを使いましたけれども、ここ60度でここ60度ですね。A と H を結んだ線、これ BC と平行なんですけれども、この図自体っていうのをもう少し大きく書いてみますと、こういうふうに大きな正六角形を書いてみますと、三角形 ABC と FCH の位置関係っていうのは、こんな感じですね。こういうふうになります。AB を3対2に分ける点を F。H っていうのも正六角形の一辺を3対2に分ける点ですね。こういう点に来ます。じゃあ2番で出てくる三角形ですね。この図の中に書き入れていくとどういう風になるかって言いますと、こんな感じの図になるんですね。この図のうちのここの部分の面積を考えてくださいっていうのは2番の問題です。図がちょっと小さいんで、やっぱり2番の問題図を書き直して大きな図で考えていきましょう。さあ、もう正六角形の一部っていうことで、ここを結んでしまっていますけれども、もちろん正六角形の一部ってことを気づいてない時点でも、さっき言った回転合同ですね。これ使って、この三角形とこの三角形が合同です。この三角形とこの三角形についても同じことが言えますね。この辺とこの辺が共通。こことここが正三角形の辺で一緒。間の角度ですね。これも一緒だから、この三角形、この三角形っていうのは合同です。面積について、これが125平方センチを3対2に分けた5分の2ですね。125の5分の2で、50でした。そしてこの DBC ですね。これが125平方センチの5分の4。100平方センチメートルです。こっちの図で言うと、この三角形が50、この三角形が100ですね。つまり50、50になってるわけです。この辺とこの辺の長さっていうのは同じになっています。さあ、今出したい部分の面積ってここですよね。この三角形の面積を出したかったら、CH と DI の混じってる点ですね。ここ、J としておきましょうか。HJ 対 JC の長さの比ですね。これが分かれば、50平方センチメートルをこの辺とこの辺の長さの比ですね。これで分けてあげれば出せるわけですね。じゃあ、こことここの長さの比を求めようと思ったらどうしたらいいんでしょうか。平行線引いたりとかしていろんな相似形作る形もありますけれども、こういったいろいろ斜めに線が引いてるとこですね。ここに平行線引いていって考えるってちょっとややこしいです。こういう形で辺の比を出すのに有効な技ですよね。ベンツ切りっていう考え方があります。三角形 ACI、これに注目してください。こことここの比が分かってるんですよね。あと、この点。ここ K としましょうか。AK 対 KC ですよね。ここの長さの比が分かれば、ベンツ切りでここ対ここの比、これも出すことができます。さあ、ここで AK 対 KC ですね。この比を出すのにいろんな方法があります。さっき書いた正六角形ですね。これの分割っていうのを考えて、AK 対 KC を出す方法もありますね。この図で、この三角形とこの三角形の面積を足したもの、これはこの三角形がこれと一致するっていうことで、これ二つ分っていうのはこの三角形の面積ですね。これと一致します。じゃあ、この部分だけ。この部分だけっていうのは、この正三角形の面積のどんだけかっていうと、面積を比べるだけだったら、この三角形ですよね。一辺5の正三角形、ここに置きます。そして、1、4、ここが120度の三角形ですね。こういう風に置きます。こういう風に並べて考えてあげると、面積の比は 5×5 対 1×4 ですね。これ25に対して、これ4です。この形っていうのが、この形と面積一緒でしたね。25です。ここが4だったら、ここですね。25から4引いて21。こういう風に六角形の面積の分割ですね。これでこことここの比を出すこともできます。ですが、今回は1でやったように、正三角形内の相似形ですね。これに注目します。ちょっとね、形が見にくいんですけど、DBC ですね。この三角形と ADK です。これに関しても、ここが60度ですよね。60度、60度、60度なんで、ここの角度ですね。ここを星としましょう。ここを三角としましょう。星、三角、60度ですね。じゃあ、この三角形についても、ここの角度ですね。こことここ足して120度になるんだから、ここが三角。
ここが60度で、ここが星ですよね。だから、これとこれっていうのは相似形になってます。対応する辺の比ですね。これ考えます。ここの長さ、60度と三角の間の長さですね。ここを1とすると、60度と三角の長さ、こっちでは5になってます。ここが1対5ですね。で、ここが 5-1 で4。じゃあ、相似比5対1なんだから、4に対して、ここの長さ。その5分の1で 0.8。ここの長さが5から 0.8 を引いて 4.2 ですね。ちょっとごちゃごちゃして分かりにくくなるんで、この三角形 ACI だけ抜き出して書いてみます。はい、この図で ACI の面積ですね。この面積っていうのは DBC の面積と一緒でした。125平方センチの5分の4で、この図形自体は100平方センチです。今まで分かってたことをまとめていきますと、こことここの長さが等しい。そして AK 対 KC の長さの比ですね。0.8 対 4.2、4対21です。で、星のここの部分の面積ですね。ここでベンツ切りの考え方を利用します。この点から頂点 ACI に伸びる線ですね。これ意識して、こんな図になりますよね。ここが1対1だったら、この三角形とこの三角形が1対1。ここが4対21だったら、この三角形とこの三角形ですね。これがここと一致して4対21になります。書き込んでみますね。ここが4。ここが21。1対1だから、ここも21。そうすると、この三角形の合計、丸で言うと46丸です。そのうちの21求めてあげればいいんですから、100平方センチメートル。これの46分の21。23分の1050。こういう風に出すことができますね。いろいろな算数の知識やテクニックを駆使する、一つのアイデアだけ気づいた一瞬で出てしまうような問題ではなくて、算数の総合力ですね。こういうのを確かめる。まあ難しい問題なんですけれども、非常にいい良問になってるなと思います。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。